はい。えー、JFND の行動中心アプローチにご参加の皆さん、えー、こんにちは。えっ、ー、と、これは四本、あの、第2週の4本目のビデオになりますね。このビデオでは、えー、実際にその、えー、行動のあのー、リストですよね。つまり一つの行動をどういうふうにキャンドゥーステートメントに書き換えるか、えー。そこから話を始めてみたいと思います。まずこれはですね、幼稚園の子供を持つお母さん。 えー、そのお母さんの行動のリストの中の一つですね、えー。重要な手紙、そうでない手紙を分ける。えー、こういう行動です、えー。これ分けるだけですから別に、あの、もうタイトルとかが分かればそれでいいですよね。中身をあの理解する必要がありませんからね。はい。で、これをですね、キャンドルステートメントに変えると、えーまあ、特に A1 ですね、A1 レベルのキャンドルステートメントに変えると、辞書を使うことができればというふうに入れるわけですね。 で最後のこの分けるではなくて分けることができるというふうにします。えー、これ繰り返しますが、この手紙の内容を全部読む必要はないわけです。重要か重要じゃないかを分けるだけですからね。もう本当にタイトルを見て、あの、それで関係がないと思ったらもう捨てちゃうかもしれませんし、自分に関係があると思ったら、その後で、え、ボランティアの人と一緒に読むとかですね。そういうふうにするわけです。 ここでは分けるだけですから、えー、辞書さえ使うことができれば、A1 レベルでも十分にできるわけですね。はい、次の例です。これは介護の施設の、えー、デイサービスですねあの。止まらないで昼間に行くだけの,、えー、しあの仕事ですあの。昼間に来る人だけの世話をする、えー、そういうお仕事ですね。はい、ここで、えー、行動としては、お弁当屋さんに電話で注文するという、 そういう行動です。であの、でもこれは H レベルではちょっと難しすぎますよね。これだけだとで。それで、まず、あの、条件を入れています。周りの騒音が少なければ、ごく簡単な定例表現でお弁当屋さんに電話注文することができるというふうにしたわけですね。でもこれだとまだ H でちょっと難しいかもしれません。なんでかっていうと、そのお弁当屋さんが、あの、 何か確認したりするときにですね、その相手の日本語がわからないと A1 で、あの、a ではちょっと難しいかもしれないわけですね。えー、ですので、さらに、えー、条件を足しています、えー。周りの騒音が少なく、ゆっくりとはっきり簡潔に確認をしてもらえれば、ごく簡単な定型表現でお弁当屋さんに電話注文をすることができる。もうここまで来ると A1 レベルとして、 えー、A1 レベルの c a n d ルス Statement としてですね、はっきり使うことができると思います。うん、はい。えーで、こういうですね、あの、じゃあ実際に僕もあの、この Twitter ユーザーの A1 レベルの CDS っていうのを作ってみましたえ。皆さんこれを開くと、あの、皆さんも見ることができますが、あの、こちらにも作ってあります。ここにですね、えっ、ー、と Twitter ユーザーの A1 レベルの CDS。 えー、自分の名前を入力することができる。これ自分の名前ですから、もうこの対象がね、対象が自分の名前になっていれば、あの条件とかなくても、えー、もう H レベルと言っていいと思います。えー、そ,のその他、えー、例えば2番目はモデル文があればという、そういう条件をつけて、 簡単な定型表現で160文字以内の自己紹介を書くことができるとかですね。えまあ、こんな風にあの H レベル、まあこれなら A1 レベルかなと思った、え Twitter、ー、ユーザーの A1 レベルのキャンドルステートメントをですね、えとりあえず例として30個、えー、上げてみました。えー、まあその一方で A1 レベルでは明らかに難しいものとして、例えば、 自分の国などに対する誤解をしているユーザーの感情を傷つけないように反論することができる。まあ、これは絶対に A1 レベルでは無理ですね。はい。えー、まあ、これも一つの参考として見ていただければと思います。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、とですね、JF の Candoo の一覧があります。えっ、ー、と、これは、あの、正しいサイト。 あの、URL としてはこれですけど、これちょっと長すぎてですね、皆さん、あの、タイプしにくいと思いますから、ショート URL にもしてあります、ビットリースラッシュ 3slmgt8。これですね。これを開くと、えー、こちらのページを開くことができるんですが、これは次のビデオでちょっとお話をしてみたいと思います。